今チマニョンの1日入院が終わりまして帰ってきたとこでーす、お薬の量も変わらないんですが、あれですね、1日入院が今まで1週間に1遍だったんですけど、次は2週間後っていう形になりましたね。で、お薬も1週間分だけ出て、でもし様子を見て飲ませなくても大丈夫そうだったら飲ませなくてもいいと。で、まあまた変な風に悪化しちゃったら飲ませて、足りなくなったらもらいに来てくれっていう形になりましたね。まあでも先生も言ってたけど、だいぶ良くなったな、ちま。はい、国やら、おいもうちょっとだな、頑張りなさいね、ちまちゃん。今日温泉入ったからほかほかのふかふかになってるよねえ、はい。どうも、ぶひけんです。そして、どん。今日病院だったんですよ。お薬の量は減らなかったけど、1週間に1回だった通院が2週間になりましたね。次は2週間後。そして今日は仕事が何にもうまくいかなかったので、配線ですね。53年の配線やってて、何にも進みません。何にも回転できない。もう、困っちゃってます。なんでステアリングポーツを差し替えただけで、そこの配線間違っただけで、ここまで来るかなっていうぐらい、おかしくなってます。なので今日はもう、あれですね、飲んだくれて、まだいただいたおビールちゃんがあるので、飲んだくれて忘れましょう。こんな感じでーす。いやー、うまいな、ちまっちゃん。ん？国やろう。いっちょ。はい、おいしい。おいしい。おいしい。いやー、鉄板焼きいいっすね。ただ、なんつうのかな。買ってきた牡蠣をこう冷蔵庫の一番上に置いたら、ちょっとなんか僕の男の冷蔵庫って一番この上のとこに、なんかチルドっていうのかな、なんかよくわかんないのくっついてて、そこに入れといたら、凍っちゃってたので、まあカッチンカッチンではなかったんですが、まあちょっと解凍して今焼いて食べてるんですが、これ買ったのがね、12月の30日ぐらいなんですよ。で、さっきちょっと何個か食べて、一番左端のやつがね、わかるかな？いや、さっき食べたやつも、ちょっとなんか変な苦味を感じたんですよね。ちょうどこの一番左端の、この牡蠣みたいな。こういう開け方。この右のやつと真ん中のやつは多分これは大丈夫なんですよね。これもしかしたら後でお腹痛くなるパターンかなって今ちょっと思い始めて。怖さを紛らわすために飲むしかないですな。昨日の夕飯で使ったホットプレート、お掃除してそのまま出しっぱなしだったんですがね。そのままちょっと朝、パンケーキを焼いて朝ごはんにします。ね、ちま前も好きだな、このちっちゃいのは。ちまのやつね。いただきます。ちまのもあるよ、ちっちゃいけど。先にこの超豆粒食え。はい、おいしい、食べようね。で、ちぱちょー行くか、お仕事行くぞ。ストーブー消して、あれ、こうか。どうする、ちま。父ちゃん行っちゃうよ。父ちゃん行っちゃうよ。ちま、どうする。はい、父ちゃんお仕事行っちゃうかな。ちぱっちゃう。部屋汚ねえな。